どうも、フィッシャーズシルクです。今回の動画はですね、ドッキリをしていきたいと思いまーす。ターゲット、やっぱりあの人にかけたい。ナホくんです。いろんな仕返しされましたからね。家にマグロが来たっていうドッキリありましたよね。自宅のお風呂パッて見たら100キロのでっかい本マグロいたんですよ。やられたからには、やり返す。まあ俺から喧嘩吹っかけたんだけどね。いたずらシリーズ。本当にね、くだらないんですけど、僕もうこういうの大好きなんですよ。本日のドッキリ企画、限定コーラの中身が醤油ドッキリー。コーラのボトルの中が醤油に入れ替わってるっていうドッキリをしたいと思います。ただ普通のコーラのボトル使ったんじゃバレると思ったので、よいしょ、こちら、おー、こちら開けていきましょう。これ欲しかったんですよね。ネットで見て買いたかったんですけど、ようやく買えました。じゃじゃーん。こちら、デコレーションコーラっていうらしいです。こんな感じでね、中にコーラが入ってます。これ手のマッサージとして気持ちがいい。こんなのね、作ってる方がいるんですね。念のためね、3本買いました。中は、普通のコーラになってます。美味しい美味しいコーラがね、入っています。なんですが、1本だけコーラの中身を醤油にしたいと思います。十分にね、ちょっと安全に考慮して、この中をね、醤油に変えていきます。まあ飲み込んでもね、醤油なら大丈夫ですのでね。もちろんね、抜いたコーラは全部僕が飲みます。よし。美味しそう。うめえな。うまい。今はね、普通にめちゃくちゃ美味しいコーラなんですけど、中を入れ替えていきましょう。よし、じゃあ入れてこうか。この中にね。お醤油、うわ、これわかんねえだろ。いけいけー。ダバダーバーダーダバ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 ダーダー。念のためね、もう開けときましょう。全部ね、開けといて、こういう仕様だってもう言います。こちらのね、デコレーションボトルでドッキリ仕掛けていきたいと思います。もうパッと見わからんでしょ。どっちがどっちだろう。これだな、こっちか。どうも、フィッシャーズシルクです。本日は君に飲んでいただきたいものがあります。怖いそれを飲まなきゃいけないんでしょ。今回飲むやつは高級です。高級です。めっちゃ高い。普通で買ったら百数十円ぐらいなんだけど、5000円します。うわ、あなたコーラ飲みますか。ああ、もう飲む飲む。もう飲んでたね、今ね。なんか溺れてたよね。そうね、飲む溺れてた。最近新しくなったの知ってる？新しくなったの？スタッツがついてる、ボトルが変形してるコーラ知ってる？え、知らない。あ、知らない。見た目もめっちゃ面白いんだけど、これまた癖あって、中が普通のコーラじゃなくて、まあエネルギーも取れるちょっと特殊なコーラ。健康的なやつなんだ。ボトルはまあ本当言うと市販のものなんだけど、うん、変形させて、うん、で中をまあコーラ2次入ったコーラに入れ替えて飲めるってやつ。すごい。中身本当に完全にね、入れ替えてて、もう見えるようにもしたんだけど。すげえ。なんだそれ。うわー。でこれ中身見えるようにしました。ちょっとラベル剥がしたんですけど、これ中コーラ入ってます。めっちゃかっこいいじゃん。これです。けこれがね、1本まあ4000円ぐらいすんのかな。そうだよね。俺もまだ試飲はしてない。だからどういう味かは分かんないんだけど、あとで1本欲しいんだけど。これうまいよ。痛え。そう、痛えのよ。うわ、痛え。これもこれも全部飲んでないは飲んでないんだけど、多分中入れ替えてるっぽいから、俺もまだ飲んでないんで飲んでみましょうか。はい。キャップ開いてんのかな。あ、キャップ開いてる。開いてる。あ、でも炭酸もあるんだね。ああ、でも炭酸もあるんだね。じゃあちょっといただきます。はい。若干臭い。持ちにくいけど、いただきます。you
どうもだくそがうわゲテコラ醤油ドッキリあー面白いなんかわかんないけどたまたま水着入っててよかったふざけんなってなもうシンプルだな醤油炭酸を作りましたうわこれ江戸だったら俺風邪ひいてるよまああの醤油なんでね全然あの害はないのでまあまあそうはい大丈夫ですびっくりしたラベル剥がしたのこれもちょっと待ってこれうまいじゃんそうこれちゃんとしたコーラなこれやばいよやばいってまあみんな知ってるかそうねまあ醤油だからね長年やってるとこういうの気づけないわ逆にバカまずかったよコーラだと思って醤油乗ってみマジでやばいから本当に醤油だと思った醤油じゃないんだよそうだコーラだと思った醤油だからね本当に受け入れ体制が違うもんいや違うよマジでやばかったこぼれてんのはコーラじゃなくて醤油なのが受けるよねそうなんだよね醤油こんなこぼしたの久々だわミエーってそれ普通のコーラねこれがコーラだよなんか2015年の匂いがするそう2015年と醤油の匂い動画見てくれてありがとうセカンドウィン Twitter、Instagram 他にもいろいろやってますチャンネル登録よろしくせーのアディ